オレンブルクあるいはオレンブルグはロシア連邦の都市。ソイボルガ連邦管区、オレンブルク州の州都で人口は526,430人。1938年から1957年までは有名な飛行士、バレリー・チカロフにちなんでチカロフと呼ばれていた。モスクワから南東に1 4 8 0トルカザフスタンとの国境に近い。 標高約150メートル。ウラル川が流れ、ウラル山脈の南端に位置する。文学、大尉の娘の舞台の一つにもなった。1734年、ロシア帝国は南ウラル地方に東方の前線基地を建設する計画を立て、1735年に要塞都市を築いた。ヤイク川とオリ川の合流地点であった。町の名前はオリ川の要塞の意味で、 オレンブルクとなった。要塞の建設に反発するバシキール人はバシキールの放棄を起こしたが強力な弾圧が加えられた。1739年オルスクと解明。1741年にオレンブルクの町はウラルガー下流に移転するが失敗。1743年に再度移転する。これが現在の場所で、 1734年に最初に作られた町からは 250km も下流に移動したことになる。この移転がオレンブルクをカザフ人の遊牧民への前哨基地としての町の性格を強めた。1773年のプガチョフの乱では、ウラル川地方の行政の中心として発展していたオレンブルクはプガチョフの軍勢に半年間も包囲され、 数千人の犠牲者を出し町は廃墟と化した。さらに18世紀末の大化などを経験するも、軍事拠点、交易の中心として立ち直った。1833年、アレクサンドル・プルシキンは、大尉の娘などの執筆調査でこの町に滞在、ロシア発のロシア語辞典を編纂することになる旧友の、ウラジーミルダーリとオレンブルクで再会している。グレートゲームの時代には、 1830年代から1850年代にかけてバシリー・ペロフスキーの非場韓国侵略の基地となり、その後はロシアと中央アジアを結ぶ交易の中心となった。1877年にはサマーラ・キネリ・オレンブルク間を結ぶ鉄道が、1906年にはトランスアラル鉄道が完成し、カスピ海横断鉄道と接続。これ以降、中央、 アジアやシベリアへの重要な鉄道分岐点になったサマーラがオレンブルクにとって変わる玄関口として発展するバス町放棄1920年キルギス自治ソビエト社会主義共和国が誕生オレンブルクがその首都になるキルギス自治ソビエト社会主義共和国は1925年にカザフ自治ソビエト社会主義共和国と解消されるが オレンブルクはロシアへの帰属を決め、代わりに、同国の首都はクズロルダに移った。1929年にはトルキスタンシベリア鉄道が開通し、首都は再度アルマトイに移った。カザフジチソビエト社会主義共和国は、1936年にカザフソビエト社会主義共和国となったが、オレンブルクはロシアに帰属し続けた。第二次世界大戦中、戦火を逃れるために、 多くの工場がヨーロッパロシアからオレンブルクに疎開、戦後の死の経済発展の土台となった。2016年4月4日閲覧。オーンバーグクライメートノーマルズ19611990ナショナルオーシャニックア,ンドアトモスフェリックアドミニストレーション2016年4月4日閲覧。ありがとうございます。